今日は N 予備校のカリスマ講師中久先生にインタビューをしたいと思いまーす。早速なんか音が鳴ってるんですけど、中久先生、ちょっと演奏中すみません、ちょっといいですか。はいはい、今日インタビューできたんですけど、カリンバ演奏会じゃなかったはまた別の機会にしましょうか。失礼しました。はい、申し訳ございません。はい、で、まあ、今回 N 予備校全力ダービー出られるってことのインタビューなんですけど、はい、最初ちょっと中久先生自身についても聞きたくて、はい、お伺いさせてください。はい、まず英語の先生で間違いないですよね。音楽だった気がします。けど違い、英語を教えております。ありがとうございます。はい、じゃあその先生の、授業のこだわりポイントを教えてください。こだわり、そうですね、まあ、こう画面の中の授業ですけれどもね、やっぱりこう手触り感、温度感、温かさ、そういったものがね、ちゃんとこう画面からにじみ出るような、まさにカリンバの音色のようなね、そういったね、温かさをね、お伝えできればと思っております。苦笑い、はい、ありがとうございます。じゃあちょっと本気だったのにな。そのままいきますね。はい、どうぞ。授業で有利になるには先生の授業どういうふうに使えばいいですか。授業で有利、はい、受験で有利ですか。受験で有利になるんですね。はい、そうですね、まずやっぱり授業来てもらって、その中でいろいろこうしたらいいよとか、こういうことやってほしいって話してるんで、まずは生授業に来てほしいですね。はい、そこがまず第一歩ですと思います。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、最後に N 予備校全力ダービーの意気込みを聞きたいんですけど、カリンバは今日関係あるんですか。これとあんまり関係ないんです、ね、関係ない。ちょっと弾いてみたか、はい、弾いてみ、まあ、意気込み、意気込み、はい、そうですね、まあ、こういう、まあ、極めて文化系の、ね、内向的な、ね、引っ込み思案な人間なんですけど、ね、意外とこう基本的なポテンシャルが高くて、私歌もやってるもんでして、はい、うん、毎朝筋トレ、ストレッチ、基本的な発声練習、そして四股、毎朝必ずやってます。うん、四股で笑ってほしかったです。はい、なので、お相撲の意外とそう、はい、このポテンシャルの高さで意外とね、僕勝っちゃうと思うんですよ。なので、もうこれ決まりましたね、勝者は私です。本気で走ります。応援投票よろしく。